岩隠業は、平安時代中期の武将、平野正門の従者。ま門期には、内盾岩隠業とある。内、盾とは、古称のことである。刑府未将の人物であるが、大田領長の、正史家境大辞典によれば、和名類受賞に、張馬国官ぐり組岩座との地名がある。この地には、縁起式新明庁に、 岩座大名持ちみ神社と記される、出雲系統の神社があり、張馬国風土器には、この地に住む、岩君が後に、鹿間郡に移り住んで道郡にも、岩里を作ったとしている。その氏神が、出雲系であること、君の性を帯びていることから、岩氏は、出雲系統の氏族で、陰行はその一族の光栄と推測されている。出雲系統の氏族には三君、三和 鴨君くん、ム君、島タ君など、君、生を追う者が多い。マサの心脳即位について、平ラ昌平と共に、これをいさめたが、聞き入れられなかった。その名の登場はこの時のみで以後は不明である。そう不信、あれば、のりち君不義に、落ちちず。わかしこれのことを、すいげられずば、国家の危うぶみやらむ。しょい、天に、 ヘバ即地技はやり、王に、せ、ケバ即地策をもると、ガン、白馬、新天二馬の勘を信じて、全苦水質の天才を賜物へ、主君の飛行を、完走するシーンがいれば、その主君は不義を犯すことはないと言います。もしこのことが果たされなければ、国家が、期待に貧することになりましょう。世に、天命に逆らえば、たちまち最悪が降り、帝王に反逆すれば、 即座に刑罰がその身に加えられると言いならわしております。どうか新天皇、義馬のような皆様の歓元に心を乙女になって、よくよく思案を巡らされた立派なご祭壇をお下しくださいませ。ありがとうございます。